ヒエティル・レクダルは、ノルウェーの元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは MF。レクダルは1985年にモルデ FK で選手経歴を開始した。1988年からはボルシア・メンヒ・エングラートバッハへ移籍したことを皮切りに、ドイツ、フランス、ベルギーなどの国外のクラブを渡り歩いた。2000年に、ノルウェーへ帰国し、ボレレンガイフへ移籍。 翌2001年からは選手兼任監督を務めた。広角圏内の間際にあったクラブを競合クラブへと導くと2004年限りで監督に専念することになり現役を引退した。ノルウェー代表としては1987年のイタリア戦で代表デビュー。1994年の FIFA ワールドカップアメリカ大会一次リーグメキシコ戦では決勝点を決め、 同国の大会初勝利に貢献。1998年の FIFA ワールドカップ、フランス大会1次リーグ第3戦、ブラジル戦では、決勝点を決め歴史的な勝利に貢献した。その後、UEFA ユーロ2000を最後に代表から、シりぞくまで国際 A マッチ83試合に出場し17得点を記録した2004年からボレレンガイフの監督に、 宣伝することになったレクダルは、その年に、ローゼンボリビケ k との間で、デッドヒートを演じ、特殊点差の末に2位となったが、翌2005年に、クラブを21年ぶりとなるリーグ優勝に導いた。なおこの優勝は、ノルウェー国内で13連覇を達成したローゼンボリの記録を阻止するものであった。2006年8月21日に、 成績不振によりボレレンがイフの監督を辞任すると同年11月21日にフルスモリールセース K の監督に就任した。彼が就任した当時は15試合を終えた時点で最下位のクラブとの差が2ポイントにまで詰め寄られていたがシーズン終了までに勝ち点26を上げ2部リーグへの自動降格を免れることができた。しかし一部リーグ残留をかけたプレーオフの結果 二部リーグへの降格が決まった。2007年7月1日に、ドイツ分でリ位が二部の一、FC カイザースラウテルンの監督に就任したが、19試合を終了した時点で16位と成績は低迷し、翌2008年2月9日に監督を辞任した、同年9月5日、レイクダルは、オーレスニス SK の監督に就任した。なお、この契約は二千十一年までの四年契約と、 なっている。チェーティル・リッコドル、インターナショナル・マチャス。ザルック、スポーツ、サッカースタティスティックス・ファンデーション、http コロンスラッシュスラッシュ www.rsssf.com スラッシュミセレニアススラッシュ rekdal-intl.html、h a t f c k p ー r t w a y s w i t h リッコドル、ハットキ i c k e r o n l リッコドルゴチっとイエツオーラスン。 ありがとうございます。